公益財団法人日本近代文学館は東京都目黒区の駒場公園内に立つ文学館及びそれを運営する公益財団法人。島妹館に1984年会館の神奈川近代文学館がある。廃線から立ち直り経済成長へ向かう中で文学資料が散逸しつつあることを危惧した高見淳也伊藤誠、川端康成といった作家。 小だぎり稲垣達郎といった研究者らの呼びかけにより、1962年5月、設立準備会が結成され、1963年4月に、財団法人日本近代文学館が発足される。その動きは、大きな反響を呼び、1万5千人に上る人から、資料の寄贈や建設資金の寄付などをもらい、1965年8月16日、旧、 前田都成公爵邸敷地内で着工。1967年4月13日に、現在の文学館が開館した。1995年、日本近代文学館の呼びかけにより、日本各地の文学館、記念館の総合協力のための全国文学館、協議会が設立される。2007年9月15日、千葉県成田市に文館が開館される。 2011年6月1日、公益財団法人の認定を受ける。2016年、滋賀直也に関する資料1万1886点が滋賀家から寄贈された。2017年、新庁社会長だった佐藤俊夫が保管していた、太宰治、夏目漱石、谷崎純一郎、島崎藤村の生原稿が寄贈された。日本近代文学館成田文館。 ありがとうございます。